大瀬良、まさか。広島の先発、大瀬良大地投手が今季自己ワーストとなる6回途中7安打6失点で降板した。登板前まで防御率0点台だったが、これで防御率は 1.37 になった。1対1の6回に落とし穴が待っていた。ワンアウトから長岡、サンタナに連打されると、初回に先制打を浴びていた村上に四球を献上して満塁に。ここでオスナに三塁線を破られる勝ち越し2点タイムリーを食らった。さらに松本直にも敵地だ。2アウト1、3塁から岩田に左小への2点タイムリーツーベースを浴びたところで降板となった。交代を告げられると、口を真一文字にしてマウンドを降りた右腕。ベンチ前で出迎えたナインに向かっては顔をしかめて悔しさをあらわにした。大瀬良は前回登板の8日巨人戦で7回途中5失点で2敗目。2登板続けて、悔しさの残る登板となった。登板前の時点で防御率は 0.96 でリーグ1位、両リーグを通じてただ一人の0点台だった。6点も取られる前に帰ろよ。逆にこれだけ打たれて 1.37 なのがすごいわ。ズルズルと交代のタイミングが遅かったね。たまには打ち勝って負け消してやれよ。後半戦からボールも元に戻ったしね。これまでの防御率が異常値。しかし高橋を打てないのカープだけやん。2試合連続7失点のピッチャーに。大瀬良は攻められないとは、けど最後の2点は余計だったわ。今までがたまたまだったのだろうね。結局去年までの大瀬良に戻ったね。大瀬良はこれまでが異常。ここから平常運転。飛ぶ球だもんな。村上は根っこで偏曲、岩田は先っぽで逆方向オーバー。残念、まあ、しょうがない。打線が奮起できるかな。いつも、新井監督は、先発が崩れた時変えるのが遅い。一点で耐えてたとは、いえ今日捉えられてる打球多かったし、交代の判断をもう少し早くしてほしかった。前回、スライド登板した時もダメでしたね。これに懲りて、大瀬良のスライドはやめましょう。先発陣はまだ余裕があるはずですよ。シーズン終わってみれば、9大点の防御率で終わりそう。だとしたら各変陣に、打線の援護がなかったのは悔やまれる。